ハロウィーン文書、ハロウィーン文書、ハロウィーン文書は、マイクロソフトのオープンソースソフトウェア、OS、特に Linux に対する潜在的企業戦略を記した内部文書に、エリック・レイモンドが自身の指揮や見解を加えて発表した告発文書である。一連の文書は、最初に公開されたものが、ハロウィーンに近かったためハロウィーン文書の故障が付けられた。 マイクロソフトの内部文書である i278X は本来企業秘密として扱われているのをエリック・レーモンドが情報提供者を伏せてリークしたものである。マイクロソフトの対応すリナックス戦略が不ド戦略、三位、e、戦略に基づいていることを告発している。文書の総称はエリック・レーモンドが 最初のハロウィン文書となるハロウィン I2 を1998年10月の最終週に準備しており、マイクロソフトにとってのナイトメアになりうると考えて、ハロウィン文書という呼称が付けられた。総称としてハロウィン文書としているが、各文書はダレ式に年月をまたがって公開されており、すべての文書がハロウィンに近い日付で公開されているものではない。 文書はいくつかの情報源からなっている。3のみがマイクロソフトの公式コメント i278x はマイクロソフトの社内資料をエリック・レイモンドが入手してリークした文書残りはエリック・レイモンドによるニュース記事等で発表した応答コメントである。マイクロソフトの内部資料は本来は企業秘密であり原文がマイクロソフト内で展開されてからハロウィン書として エリック・レイモンドがリークするまでに多少のタイムラグがある。エリック・レイモンドは著作権侵害の指摘を避けるため、ハロウィーン文書として公開する際に原文への補足、見解、コメントが付与している。エリック・レイモンドの応答コメントは GD ネットなどのニュースサイトで言及されたマイクロソフト社員の見解を引用してマイクロソフトの戦略を解説したものである。 マイクロソフトのオープンソースソフトウェア及び Linux への対抗戦略はいくつかの手法に分けられる。フード戦略、3E 戦略では存在しない製品の発表や Windows の立場を揺るがす競合製品の悪評を広める閉鎖的な企画によるプラットフォームの囲い込みを提案、実施した。これらの戦略はオープンソースへの戦略以前から マイクロソフトの企業戦略として存在しており、それをオースリナックスに適用したものである。しかし、ネガティブキャンペーンであるフド戦略、コンシューマーに高い TCO を求める 3E 戦略は十分な評価を得られておらず、ハロウィンセブンでは悪評批判は控える、低い TCO を求めるという反対の戦略も見せている。 シェアードソース戦略では、マイクロソフトの競合組織にならない学術、研究機関、もしくは競合しないことを契約した企業に、マイクロソフト製品のソースコードを公開する、オープンソースと同じ発手法を取った。ソースコードの公開により、製品の利用、学習を促進し、マイクロソフト製品の利用に際して低い TCO を利用者に提供した。 マイクロソフトのシェアードソースライセンスの一部はオープンソースイニシアティブの公認オープンソースライセンスを得るなどオープンソースソフトウェア分野の開発者への認知活動した第三者組織の支援戦略では Linux と Windows の比較評価に際し第三者を支援してマイクロソフトに有利な結果を発表させるにおいて SCO グループを支援するなどを実施したマイクロソフトは 表立つことはないが、遠極的に Linux 評価低下や対 Linux 訴訟を通して Windows の優位性確保を試みた。ハロウィンアイ、I オープンソースソフトウェアエーデベロップメントメソドロジー及びハロウィン2 Linux OS コンペティティブアナリシスザネクストジャ Java VM は、1998年8月にマイクロソフトのプログラムマネージャーであるビノードバロポシルが 社内文書として作成された。1998年10月にエリック・レイモンドによりリークされた。ハロウィン・アイはオープンソースソフトウェアのコンセプトとそれによるマイクロソフトの製品とサービスへの影響の可能性についての詳細を紹介している。そこではオープンソースソフトウェアの強みと弱みについて述べられている。 ハロウィン2は Linux の基本構成と Unix Windows NT との関係について述べられている。マイクロソフトは従来のマーケティング戦略に、不度戦略、三位戦略があることを内部的には認識、理解していた。不度戦略の例としては、存在しない製品の発表や、Windows の立場を揺るがす、競合製品の悪評を広めるなどを挙げた。三戦略の例としては、 既存のプロトコルを拡張し、新しいプロトコルを開発する、そしてプロトコルとアプリケーションを人元する手法を挙げた。オープンソースと競合、競争する方法の検討において、オープンソースプロジェクトがサーバー市場に参入できる理由の一つに、標準化されたプロトコルを使用している点に後と指摘し、不度戦略、三入、e、戦略で食い止められると提案している。同時に、オースは、 長期にわたり、信頼性を勝ち取っており、不動戦略で戦うことは難しく、近年のインターネットの事例研究に非常に激な証拠があり、商用製品は過去のものとなり、オース製品に置き換わりうるとも述べている。ハロウィン i ーは2007年1月16日に、マイクロソフトタイカムズ訴訟での証拠品として提出されている。ハロウィン3 マイクロソフト S リアクションツーザハロウィンメモランダムは1998年11月5日にマイクロソフトネザーランズから i2 を説明する声明発表としてコメントされ同日にエリック・レイモンドが注釈をつけて公開した声明は i2 に対するマイクロソフトの最初の正式な回答でそれまでは本当にマイクロソフトの資料であるという保証はなかったが リーク文書の信頼性についてはすでに確認されていた。それらの文書は競合製品調査として日常的で適切なものであると述べられ、加えてマイクロソフトの Linux に対する公式な立場ではないと補足された。Linux に対しては Windows NT の競合製品とみなされることがあるが、ごくわずかな話でマイクロソフトにとって脅威のある製品ではなく Linux は 知的財産権に違反しない限りは、長期的には大きく成長ることはないだろうと述べている。声明は単純な応答であったが、多くの点が、後のマイクロソフトの公式見解に組み込まれた。また、1998年11月5日に、マイクロソフトのグループマーケティングマネージャーエドムスから、同様の見解が発表されている。ハロウィン4、ウェンソフトウェアシングスワーロッテンは、 1999年10月にエリック・レイモンドが執筆したマイクロソフトのオープンソース開発に対する認識をロビンフットに例えた風作品である。1998年12月の記事でマイクロソフトの幹部はオープンソースの開発手法は古代広告として却下しており、マイクロソフトのグループマーケティングマネージャーエドムスは大きな機能の追加は大きなチームと 大きな資産が必要であり、ロビンフットとシャーウッドの森の彼のメリーバンドがうまく調整されていないようなものだと述べている。エリック・レイモンドはこのマイクロソフトのオープンソース開発への認識に対して、リナックスの開発者たちを、ロビンフットの仲間たち、マイクロソフトの人物を王様たちになぞらえて、オープンソース開発の認識へのズレを封刺した。ハロウィン V、ザ・フド・ビギンズは、 1999年3月にエリック・レイモンドが述べたマイクロソフトのリナックスに対する不度戦略の解説である。1999年3月4日 GD ネットにマイクロソフトのエドムスが自身の見解としてリナックスを学ぶほどにコンシューマーにとっての価値の少なさを感じていると述べた記事が紹介された。エリック・レイモンドはこの記事を引用して マイクロソフトによる Linux への不ド戦略の始まりであると述べ、Windows NT や Windows 2000の Linux への優位性を説明することなく、Linux がコンシューマーにとって決して良いものではないように紹介されていると言及した。Windows NT が Linux より堅牢である、Windows NT が Linux の SMB でファイル共有、プリントサービスで良いパフォーマンスを出している。 Windows NT が Linux よりサーバー市場で成長しているなどを主張していないのはこれらがいずれも事実そうでないからだと指摘している。ハロウィン6ザ・フェータルアニバーサリーは1999年10月31日にエリック・レイモンドがマイクロソフトの Linux への戦略の変化と内容を言及している。ハロウィン i2 をリークしてから1周年が経ち マイクロソフトの Linux への戦略が、マイクロソフト自身が主導する不ド戦略から、マイクロソフトが支援する第三者の好意的な評価結果に基づく、評戦略に移行していることを述べている。や、ガートナーグループ、インク、の Windows と Linux の比較評価にマイクロソフトが支援していることに言及し、それらの企業が出した Windows が Linux より言うているという評価が、 マイクロソフトの対リナックス戦略の一環であると述べている。ハロウィンセブンサーベイセスは2002年9月にマイクロソフトがドイツのベルリンオフィスで開いた社内のリナックス戦略検討会議で用いられた内部文書を含む2002年11月5日にエリック・レイモンドによりリークされた。マイクロソフトの内部文書はリサーチ E ブレティン アタトゥーズ・トゥアーズ・シェアード・ソース・オープン・ソース・リサーチ・スタディのタイトルで収録されている。内部文書では、オープン・ソース・リナックス・シェアード・ソース・ GPL について考察している。シェアード・ソースとは、2001年からマイクロソフトが開始している、マイクロソフト製品のソースコード非競合企業、組織と共有するプロジェクトである。GPL とは、フリーソフトウェア財団が策定したソフトウェアに、 適用するコピーレフトライセンスである。オープンソースと Linux が全世界で80%前後の支持があることを認めた上で Linux を支持する一番の理由に低い TCO があり、同様に低い TCO を与える Microsoft のシェアードソースが40%度の支持があると説明している。これは Windows が Linux より低い TCO であると述べていた同社の 多数の資料と矛盾した内部見解である。オープンソースリナックス GPL に対する批判は戦略的に効果的ではないと強調し、時にはバックファイヤーになると注意している。また、この文脈上で逆効果のため使うべきではない例として GPL はウイルス的であるという表現を挙げている。この要例はマイクロソフトの意図とは反対に、 マイクロソフトが GPL を批判した7例として取り上げられている。ハロウィン8ドゥイングザダメージコントロールダンスは2002年11月25日にマイクロソフトのマレン企業のゼネラルマネージャーに向けて送信された政府のオース採用に関する対応の指示書であ、2003年1月にエリック・レイモンドによりリークされた。ハロウィン9 It ain't n e c e s リリ s a r l y SCO は2003年6月28日にエリック・レイモンドがまとめたの SCO グループの主張が誤っていることを主張した文書である。ユニックス・リナックス、論争関連企業の歴史や立位置などを解説し、各社の見解に対してエリック・レイモンドの見解コメントが記述されている。この文書は他のハロウィーン文書と異なり、 唯一マイクロソフトに関して言及していない文書となった。ハロウィン X、ホローザマネーは SCOO のコンサルタントが SCOO に送信した2003年10月12日付のメール文書を紹介しており、マイクロソフトから SCO グループに8、600万ドルの資金が流れていることを暴露した。2004年3月3日にエリック・レイモンドによりリークされた。 ハロウィンクシー、ゲットザフドは2004年1月22日にエディック・レイモンドが執筆したマイクロソフトがゲットザファクツキャンペーンに関するフド戦略の解説文書である。マイクロソフトは2003年10月22日から公式サイトでゲットザファクツとして Windows より Linux が優れているという第三者評価を公開していた。文書では マイクロソフトの不動戦略が直接対立的な立場からの批判からシェアードソースや SCO グループの支援など遠極的な立場からのオープンソース Linux の批判に移行していることをベている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。